毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回は ⑩ 愛の作成です。それでは皆さんよろしくお願いします。今回なぜ愛の作成かというと、まあこのレッドヘッドとか SS この辺あたりはこういった市販されてるヒートンですね、こちらを使いたいと思うんですけども、この BB と蛍光イエローの分ですね、こちらの方はコフィンリップですね、こういったコフィンリップをつけようと思っているので、このどうしてもステンレスでできた針金の愛が必要になります。そして作り方を紹介したいと思います。まあバルサなんかで作っているクランクですね、クランクなんかにはこういった愛を作って全部つけてます。まあこういうここですね、まあ作り方なんですけども、こちらのステンレスの針金ですね、 0.9 ミリを使います。だいたい100円ぐらいです。よし、そしたらこれを今当てて、まあこの針金、ね、手に刺さらないように皆さん気をつけてくださいね。ステンレスの針金をまあだいたい10センチぐらいですかね、10センチぐらいで切ります。でまあ、この10センチ切ったやつを今度元にまた切っていきます。まあクランクなんかをこういっぱい作ってるときはこの愛をそうですね1個につき3つ使うので、まあ30個とかいう感じでまとめて作ってます。今回は、リップのとこだけなので2個になります。こういった感じですね。そしてこちらの方をだいたい真ん中ぐらいのところでギュッと折ります。でまあ自分の中でどっちかが上に来るようにルールを決めときます。これを全部ですね、よいしょ、まあこういった感じですね。はい、こんな感じで曲げました。で次にこの愛の丸いところですね、これはまあこういったたこ焼きとかの千枚通しでもいいんですけども、まあ広棒の場合はこういった木工のドリルの3ミリですね、3ミリの太さをまあこういう感じで入れて、そしてこういったつまむもんですね、これでこうちょっと左手を引きながらくるくるっと回していきます。こんな感じですね、よいしょよいしょ、はい、まあこういった感じで丸ができます。そしてあとは引き続きまあちょっとこう細めながら細めて、よいしょ、まあ左手をちょっと引っ張りながらですね、ちょっと張りながらこうくるくる巻いていきます。よいしょ、まあこういった感じですね。そして全部作っていきます。こう押さえてちょっと引っ張りながら、よいしょ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 、でまたちょっと絞めて、よいしょよいしょよいしょ、それ、よいしょ
い、こういった感じですね。まあそしてこの後ここをラジオペンチなんかで、ニッパーとかラジオペンチなんかで切ります。はい、こういった感じです。そしていらない部分はカットします。よし、はい、まあこういった短いのはこうバルサで作ったクランクのここに入ってます。ここですね、こういったところに入ってます。そして長い分はこういう感じですね。まあここをちょっと持ってラジオペンチでくるっとこういった感じですねに折ります。よいしょ、感じです。まあそして前回作成したコフィンリップの、よいしょ、穴に通して、まあこういった形ですね。これがここにつくという仕掛けになってます。それでは今回は愛の作成でした。ご視聴おきに。